chicken. I grew up a fucking screw up. Got introduced to the game, got an ounce and fucking blew up. Chopping rocks overnight. The nigga Biggie Smalls trying to turn into the black Frank White.報酬2倍、そろお金稼ぎ、一人でも楽しめる穴場スポット。はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、パパテラです。というわけで、今回なんですけども、一人ぼっちの人でもね、楽しめる GTA の遊び方、またお金の稼ぎ方となります。まずはね、イクリプスペントハウスっていうね、最高級アパートを持っている人向けなんですけれども、これね、ちょっと買うと高いんで、持っている人向けになります。そしてね、この内装。これと同じような内装であれば、ここの柵のところに体をくっつけます。そしてね、このね、柵のところで一人称っていうね、視点に変えてみてください。ここに来てから一人称です。すると、イクリプスペントハウスから見えるスケスケをお楽しみすることができるんです。そう、これは完全にね、内装がね、見えなくなった透明な状態となってます。しかし、ミニマップとかを見るとね、歩いてて自分がどこにいるかがわかります。グリーンジュースとかもね、右十字キーをして飲むことができます。まあ何を持ってるかは見えません。またこれ、フレンドさんがいると、フレンドさんからは普通に見えて、さらに上を見上げると、上の階の人を覗くことができます。また強盗部屋に行くとね、うっすらスケスケのね、強盗のね、メニュー、マップが見えてます。ぜひね、やってみてください。というわけで、次はね、これ結構有名かと思うんですけれども、あえてね、また一人でやる方法で紹介していきたいと思います。まずはペガサスのヘリとかで、まあ、カーゴボブかな。カーゴボブを、持っているといいです。これね、持ってない場合は、買うとまあ、これも高いんで、まあ、飛行場とかね、空港。軍事基地とかにね、落っこちてる場合あるんでね、それを拾ってくるでもいいと思います。カーゴボブっていうのは普段、まあ、車両とかね、釣り上げたりするんですけれども、この形を生かしてね、ちょっとね、工夫していきます。さあ、何をやるかというと、もう先に売っちゃった方がいいですね。FIB ビルに一人で入る方法です。二人で入る方法は、例えばね、バザードとかにね、まあ乗って、操縦席、要するに運転席に乗っている人を引きずり下ろして、ちょうどね、 FIB ビルのね、まあ窓のところにね、ぶつけるみたいなことをすると、入りやすくなります。まあ、今回はね、完全一人でやる方法なので、このカーゴボブというのを使って FIB ビルの上のね、ガラスのところに斜めにね、この、カーゴボブを、着陸させます。その時のちょうどね、入れる隙間、この広さが、結構ね、高さがっていうかな、まあ重要で、ちょうどね、キャラクターの頭がね、入るぐらいね、ないと逆に入れなかったりします。そしてこのカーゴボブを、停車させるとき、着陸させるときに結構前の方に行きます。で、ちょうど後ろの後輪が、ここで言うとちょうどね、なんか手前の銀色のところに止まるような感じ、こんな感じ、これぐらいの感じですねにすると、下にね、キャラクターがすっぽり入れる高さになるんですね。そしたらここから一人称にして、そしてこの前を向きながらローリング、要するにね、武器を構える、ピストルなどを構えてローリングです。しかもこれ、まっすぐよりもちょっと斜めな感じでね、入るといいかなっていう感じです。最初はね、このようにね、結構弾かれちゃって入れなかったりすると思うんですけれども、まあ慣れてくればね、普段入れない FIB ビルにこのまま倒れた時にね、なんか変な感じ、ズルズルズルってね、引きづらいような感じになって、ポトンと落っこちます。そうすると、FIB ビルに入ることができます。こういう感じかな。で、ボドッと落ちた感じですね。あとは、もうね、外から普通に入ることはできないので、どんなに手配度がね、上がったとしても、攻撃をね、基本的には、警察からは受けないと思います。またね、他のプレイヤーとかも、まあ、こういう風に入らないと、基本的には入れないはずなので、まあ、中をね、ゆっくり探検することができます。例えば、公開セッションとかでもね、この中に入ってね、探検することは多分できます。ただしね、同じように入ってくる人いると思うんでね、自分でじっくり一人でやりたい場合は、招待限定セッションとかで、探検をするといいですね。結構ガラスとかもちゃんと壊れるし、ここはね、全部で4つぐらいフロアがあるのかな。で、その中には、火事で燃えちゃっているようなところ、
っていうのもあります。でそれ以外にも、焼けてないところもあるんですけれども、あとはね外に出れるところとか半分ね外が見えてるようなところ、そして一度行ってしまうと戻れないところとか、またはね、エレベーター壊れてるエレベーターのところで、まあ、そこも落っこっちゃうと、まあ、大体死んじゃうっていう感じのところですね。まあ、結構ね探検できると思うので全部はね紹介しないんですけど、ぜひね入ってみてねいろいろ見てみるといいですね。今のエレベーターのところは落っこっちゃうと死んじゃうので気をつけてください。まあ、途中のところでね引っかかってね止まることもできます。またここは外に抜け出すことができます。まあ、こんな感じで穴場スポットの紹介でした。では次はね報酬2倍で交互に使って稼ぐ方法です。まず招待限定セッションなどで CEO のねジョブ、この中からヘッドハンター、これがね一番多分稼げると思います。報酬が高いということです。4体のね敵を倒すっていう感じですね。4つのボスみたいなのをねターゲット暗殺、まあ、オプレスターマーク2とかあれば早いし、バザードでも十分大丈夫だと思います。ただし敵の車がね装甲車だったり、敵のねボスの周りには部下がいたりするので、まあオプレッサーマーク2とかあればね結構簡単だったりするんですけど、建物の中に入っててね入り込んじゃってるやつはどうしてもね中にね向かっていかないとちょっと倒しづらいかなっていう感じですね。特にここかな。でこれは4万5000ドルもらえるので結構いい報酬になると思います。そして、次はね、このCEO のジョブっていうのは一度やると5分近くね、まあ次がねできない、要するにねダウンタイムって言って、まあ、ちょっと休憩してくださいっていう時間になっちゃうんで、この間に報酬2倍のジョブ、例えばまあ簡単なやつで雑談とかね、ランクでね解除されればね、こういったものができます。または高ランク、まあ80ランクぐらいの人でこれ解除されてる人と一緒に一度でもプレイすれば、低ランクの人でも自分でこれをホストすることができます。これは以前にもね紹介したと思うんですけれども、まあゴミ収集車をね先にね倒します。そして最後は、敵がね結構いるところに行き最後ボスを倒すっていうやり方なんですけど、まあこれね普通にやるのもねいいですけど、ちょっとね工夫してみたりすると面白いかもしれません。どういうことかというと、倒す時にね最後のねボスのね、最後のまあ締めるとこですね、こうね、何で倒すかっていうのがね、放置して最後殴り倒してもいいし、車でねぶつけてもいいし、遠くからスナイパーを狙ってもいいし、または、粘着爆弾とかねポイッと投げて背中につけてね、爆発でもいいし、まあ、いろんな方法あると思います。いろんなね、楽しみ方、まあ、そんな感じでね報酬っていうのは基本的にミッション、これはスタートしてからクリアまでの時間、レースはまた別なんですけど、ミッションっていうのは15分ぐらいがマックスです。なので、まあ、15分マックスまでやんなくても12分くらいでねミッションをクリアするっていうのを何個も何個も繰り返すと一番ね高い報酬を、まあ効率よくね稼げるんじゃないかなっていう感じですね。だいたい12分ぐらいでクリアするといいですね。で今回は、ねここね得意の乗り捨てキル、ドラキチさん風に乗り捨てキルをちょっとかましてみました。こんな感じで結構まぐれなんですけどね、ヘリの中に当たりました。はい、これで倒しました。というわけで報酬2倍は、CEO のねボスジョブは自分の招待限定セッションでやって、でそのダウンタイム中に、報酬2倍のミッションをやると、そうするとね、その待ってる時間もねいい時間つぶしになると思います。ではね、そんな感じで戻ってきたら今度はね CEO のジョブ、またこれも簡単なのがあります。強引な取引のロスサントス空港に設定した時です。これめちゃくちゃ簡単です。これ前から説明してますけどめちゃくちゃ簡単です。もうただね取りに行って倒して降りずにそのままバッグを回収して届ける、これだけです。これだけでねあっという間に10万近くね全然軽く稼げるので、ぜひね初心者さんとか一人の人もやってみてください。というわけでねこれもねフレンドさんにね一緒にね穴場スポット紹介しても面白いと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。